私一人で勝ち取ったわけじゃありません。ラストステージにバトンをつないでくれたみんなと、それとプロデューサーさんがいたからです。希望だけじゃ無理だったって思います。私が最後のステージでちゃんと歌えたのはプロデューサーさんが自信をくれたから、夢を叶えられたのはプロデューサーさんと会えたから、今こうして報われてよくわかります。プロデューサーさん、私をプロデュースしてくれてありがとうございます。私たちのナムコプロに来てくれて本当にありがとうございました。とんでもない、活動はまだまだこれからです。私、新しい夢を見つけちゃいました。エクストリームライブを達成できたんですから、もう自分が何もない女の子だなんて思いません。だからもっと輝きたいです。これまでがアイドルになるための時間だとしたら、これからはアイドルとして進む時間ですよね。アイドルとしての私はきっとこのステージから始まるんじゃないかな、なんて。できそうもない夢ってきっといろいろたくさんありますよね。でも私は叶えたいんです。みんなにも叶えてほしいです。たくさん夢を見て諦めなければ叶うんだよって伝えたい。だからこれからも夢を追いかけて走り続けます。だって私は
見つめて私だけ。やばいくらいすごい世界、全部見せてはあげない。守るも攻めるも全部君次第。 You're a get up Tiny fight up 投げキスならあげちゃう。汗かいてベッドかいて輝く君を愛してるぜ。今週もご苦労だったね。そして6人目のエクストリームライブ制覇おめでとう。エクストリームアイドルが6人も。まるでうちの事務所が大手になったみたいですね。だが君の功績もまた計り知れないよ。あの日君をスカウトして本当に良かった。あ、ということはみんなをスカウトした社長のご慧眼ということですね。おお、おとなし君が私を立ててくれる日が来るとは。感無量だ。これもまた君の功績だね。せーの、お誕生日。